A 女子 3000m 競走予選です。1組29名の出場で行われます。さあスタートしました A 女子 3000m 競走予選。この種目日本中学記録は 9分10秒18、大会記録は9分12秒89です。予選には夏の全国大会 1500m で優勝した石川津幡南の小笠原朱里さんが1組に出場しています。そして全国大会 1500m で第2位、先日行われた国体 B 1500m で7位に入賞の東京城北 AC の鈴木莉子さんが2組に出場します。そして1組には今大会参加ランキング1位の9分39秒37の記録を持つ京都桂の村尾彩香さんが出場しています。さあ先頭はまもなく1周400メートルを通過です。400メートルの通過、76秒。さあ先頭を引っ張るのは村尾さん、京都桂。さあ先頭は村尾さん、京都桂、そして E さん、群馬富士見、そして姿さん、福岡浅川。B 男子砲丸投げ、神奈川上杉田の鈴木くん。神奈川上杉田の鈴木くんの記録は12メートル37。続いて千葉大滝の菊池くん。先頭はまもなく2000メートルを通過。2000メートルの通過は6分25秒。スクリーンをご覧ください。C 女子走り幅跳びトップ8の競技者を4回目以降の試技順に紹介します。福島日本松第一、斉藤樹里さん、3回目までに5メートル10。村岡美優さん、奈良郡山南、5メートル12。杉本凛香さん、鳥取赤崎、5メートル14。大越理瀬さん、北海道北京大附属函館、5メートル21。田部奈々さん、熊本日吉第二、5メートル25。伊藤凛乃さん、愛知 TSM、5メートル31。秋山遥さん、北海道北斗大野、5メートル37。はい、そして最後の跳躍者は石堂ひなさん、北海道八雲、
3回目までに5メートル56をマークし、現在トップです。なおこの記録は大会記録です。まもなく4回目の試技に入ります。どうぞご注目ください。C 女子走り幅跳び4回目の試技に入ります。最初の跳躍は斉藤朱里さん、福島二本松第一。さあラスト1周の鐘が鳴りました。先頭は村尾さん、京都岡鶴。斉藤さんの記録が表示されます。続いて奈良郡山南の村岡さん。さあ接戦です。予選は各組5着まで、そして6着以下8名が決勝に進出です。さあ先頭は E さん、群馬富士見。C 女子走り幅跳び続いての跳躍は鳥取赤崎の杉本さん、続いて北海道北京大附属函館の大越さん。杉本さんの跳躍、白い旗が上がり現在記録を計測中です。まもなく記録が表示されます。記録は4メートル69。続いて北海道北京大附属函館の大越さん、続いて熊本日吉第二の田部さん。大阪山田東の杉林さんフィニッシュ。